はい、長野県スキー連盟の田中翔平です。よろしくお願いします。そうですね、まあ、僕自身、ナショナルデモンストレーターっていうのは、この基礎スキーに入ってから、まあ、ずっと目指しているものだったんですけど、4回落選して、なんで 10年か11年くらいずっと下積み時代があったんですけど、まあ、今回は、シーズン当初は出ようか出まいかっていうのをすごく悩んでたんですけど、まあ、地元の先輩とか後押ししてくれる人がいて、またチャレンジしてみました、はい、そうですね、なんて言うんだろう、性格的にあんまりこうノリでわーみたいな感じでスキーを楽しむタイプっていうよりは、なんかスキーの技術のこと考えたりとか、そういう自分で練習している時間っていう方が自分の中でスキーが楽しいことなので、そういう意味で、こういうデモンストレーター合宿とか研修会の場に入れるっていうことは、そういったスキーの知識を吸収できるというか、まあ、あるいはそういうのを人と共有できるっていうことがすごくいいなと思って目指してました、はい。まあ、SAJ デモをこれまでずっとやってたので、あまりこの想像と違うっていうことはないんですけど、まあ、やっぱり同じような境遇というか活動しているスキーヤーが集まって、そこでコミュニケーションを取るっていうことはもうライフワークの中でもすごくこう大切な時間なので、そこはすごく楽しいというか喜びを感じてます、はい。そうです、まあ地元の先輩ですごくこう有名なスキーヤーですとか名デモンストレーターと言われている人たちが多くいたので、まあ、自分もそうだったようにまあ、これからの若い人たちに向けて、自分のライフワークとかスキーヤーとして生きていくっていう、こう姿を見せながらこう若い人たちがスキーを続けるようなきっかけが作れればなと思ってます。東京都スキー連盟の根本風花です。よろしくお願いします。はい、私はまあ技術専を始めたのが大学卒業後だったので、その、まあ、その基礎スキーを始めてからナショナルデモンストレーターっていう存在を知りました。そこすごい気になっちゃいませんちょっと待ってちょっと待って、はい、ごめんなさい。その経緯っておっしゃいましたっけ。はい、すごいみんないるんだもん。はい、経緯ね。私自身が大学をまあ卒業してから基礎スキーっていう世界に入ってきたんですけど、その世界に入ってからナショナルデモンストレーターっていう存在は知りました。で、2年前に SAJ デモンストレーターにこう認定していただいて、さらにこう近くでナショナルデモンストレーターの皆さんの活動を見ていた時に、やはりそのやっぱり技術の高さであったりとか、まあ、人間力の高さであったりとか、すごくこう身近で感じていました。で、私もこうスキー指導のをするっていう立場に立って、やるからにはナショナルデモンストレーターとして活動していきたいなっていう風な目標があったので、今回認定していただいてすごく嬉しいなっていう風な思いはあります。まあ、でも実際になったからにはしっかり責任感を持って、もちろんスキーの技術を自分の技術を上げるのはもちろんなんですけども、伝えるのももちろんですし、ただ私はレジャーとしてのスキーとかもどんどん発信していけるような存在になりたいなっていうふうに思ってるので、そこにも力を入れて2年間過ごしていきたいと思います。そうですね、まあ、合宿始まってまだ雪上には立ててないんですけども、やはり去年前期ですねの時もサステナブル研修も受けさせていただいたりとか、やはりこう自分がスキーをやっていく上で雪を残すっていう大切さはすごく身をもって感じているので、そういうことも学べるのももちろんですし、今回の厚生様と の講義の中でも内容だけじゃなくて、やはりその背景とか
を知れるっていうのは、まあ、一緒に発信していって、私自身も地球にこう優しいデモンストレーターになりたいなっていうふうに思ってます。私自身もすごくも全然技術とかも足りないなっていうふうに思うので、もっともっと見せれるスキーヤーになっていくっていうのは、まあ、目標の一つではあるんですけども、もっとこうスキーを、言い方あれですけど、カジュアルにというかこう楽しむような、まあ、スキーを発展させていきたいなっていうふうに思いますし、まあ、女性であったりとか若い世代にもすごくスキーを楽しんでもらえるような、こう自分も存在でありたいって思いますし、そういう活動をしていきたいっていうふうに思ってます。